はい、こんばんこ、小崎直でーす。皆さん、耳と尻尾、作りましたか？はい。今回は洋服を作っていきます。洋服でーす。今回作っていく洋服はですね、結構、というかかなりシンプルなデザインになっています。左右も対称で、すごい作りやすい感じになっていますが、左右非対称の人はですね、頑張って、作っていきましょう。一番最初はあまり難しいデザインにしないで、こういう簡単なやつをこうね作って、お試しで作ってみた方がいいかもしれないです。はい、それではやっていきましょう。おう、服の作成。はい、じゃあ続きをやっていきましょう。わわわわわわわ、髪の毛をねちょっとね潰しました。なんか噴水みたいになってたからね、これをピシュピシュピシュっとこうね潰してみました。かなりいい感じに修正できたかなと思います。はい。そうしたらですね、体の方を作っていきましょう。か、違う、体じゃないね、洋服ね、洋服を作ります。まずは体を選択して編集モードで服がある部分について、切り込みを入れていきます。今回はだいぶいい位置にこういうのがあるので、これをループ選択します。そしたら、袖の形に合わせて SXO で、この位置を揃えます。で、まあ、これはここでいいか。これはここでよくって、あとは首元ですね。首のラインはこれかな？こっちかな？こっちっぽいかな？これ。はい。ここにシームをつけましょう。シームをマーク。さっきの袖のとこにもシームをマークと。はい。で、上はどうしよっかな。この辺かな。下半身と上半身をぶつ切りにします。シームをマーク。はい、これで今服を着てる部分が選択できるようになりました。面選択モードでL キーで選択します。今こういう感じですね。これを、僕の場合は、E キーで伸ばします。E キーで伸ばし、右クリックでキャンセル、Alt S で、膨らませます。むにょんと。こうすると、まあ、ぴったり感のある洋服作れますね。そしたら、この袖の部分ですね。袖の部分を作っていきましょう。こうやってね。で、ちょっとこれだと袖の、なんだろう、付け根が見えちゃってるから、ちょっとだけ動かしちゃおうか。こんな感じでちょっと内側にグイッとめり込ませます。はい。で、このカクッとなってんのがちょっと嫌だなという人は、これをもう一個追加しちゃって、で、とここを滑らかにしてあげよう。これでなんかこうシャツっぽいのを着てる風になりましたね。とりあえずまあ今回はこれこうですね。で、この下の部分、まずは、これ胴体切り離しちゃいます。ここですね。この部分、削除します。ボーン。はい。で、変選択モードで、この服の下の部分、オルト選択しまして、この服に合わせて伸ばします。広げます。はい。
こんな感じ。側面、側面の下へも出して。で、このままだと作業しづらいので、下半身を一旦別のオブジェクトにします。L キーで選択したら P キーで選択とやります。はい。よし、これで自由に編集できますね。プロポーショナル編集などを使って裾を合わせていきます。裾を合わせていくよ。横から見た時の図にも合わせていきますよ。ここには尻尾がありますよと。で、こういうとこ増やしたりとかして。これで上着は一応完成。僕は今回はだいぶシンプルですね。シンプルイズベストって感じですね。あとはテクスチャーを描いていくだけです。はい、じゃあスカートですね。スカートは一旦上半身を消します。上半身を消しまして、下半身を選択して編集モードとしたいんですが、ズボンの人はね、さっきと同じで、こうやってズボンのあるところまでを選択して E キーで伸ばして、Alt S でピーってやってズボンを作ればいいんですけど、僕は今スカートを作りたいと思っているんですが、左右非対称のスカートなので、オブジェクトモードですね。Shift C で原点にカーソルを持ってきまして、追加メッシュ、円柱ボン、頂点は、また相変わらず僕は20にしたいと思います。蓋なしにします。はい。で、この状態で編集モード。これをですね、こういう形にしていきたいんですね。こういうギザギザスカートね。作っていきたいんだけど、これだと、だいぶ、あれかな？倍にします。倍。20って言ったけど、40にします。今から40にしたい W を押して、細分化、ピッと。で、真ん中の線は、ちょっと今は消えててもらいましょう。ピーン。そうしたら、4個飛ばしで選択していきましょう。1、2、3、4。シフトをしながら、1、2、3、4。これをですね、7キーを押して上に向きます。で、S で小さくする。で、R で回転させる。あ、回転の向きはどっちがいいんだろう。これあんまり小さくしすぎるとスカートが崩れちゃうんで、こっち向きかな？こっち向きですね。はい。この向きに回転させます。あんまりこうグイッていきすぎると後で崩れてしまうので、まあ90度よりちょっといくぐらいかな？行ってもこんぐらいかな？はい。そしたら今ギジャギジャってなってしまっているので、これを SZ で戻していきます。はい。今こんな感じ。そしたら、ここですね。ちょっと、伸ばした分、回転させた分、少なくなっちゃっているので、ここを増やしてあげます。はい。これを、足に合わせて、セッティングしていきます。スカートがこの辺。移動するときは軸に合わせてね、Z とかね、押してやるといいですね。で、
一番上 GZ で、ここか、あの足じゃない、お腹のあたりでぶつ切りにしたぐらいの位置に持っていきますというか、服と重なる部分があれば OK です。はい、で S キーで小さくします。小さく横幅をまず合わせましょう。横幅を合わせる、うん、でこれもう完全に位置がずれているので、GY で位置を合わせます。あとは適当に SY で小さくして体の大きさに合わせる。こっちも SY で小さくして、位置を合わせる。だいたい今はこんな感じですね。上半身を出した時にこれ絶対やっぱはみ出るよね。これがはみ出ないように頑張って調整していきます。まあまずは大まかにですね、大まかにここに1本ループカットを入れます。コントロール R、 それを、大きくしたりして、まずはお尻とかが出ないようにこれで調整します。プロポーショナル編集。今回はですね、左右が対称じゃないので右も左も一緒に、やっていかないといけないんですね。で、上部分に関してはこのジャギジャギはいらないんで、もう潰れちゃっても何しても大丈夫ですね。これはもう服の中に収めてください。服の中に収めます。はい、でこっちもお尻が出ないように、はみ出ないように、もうちょっとプロポーショナル大きくして、こっちはちょっと逆に中に入りすぎなんでね、中に入りすぎ。上半身出してよいしょ、ちょっと名前付け直しますね。この服はですね、まだここに、この服はというか今回はインナーも着ているので、この内側さらにもう一段階膨らませます。ここですね、2本にして、グッとインナーも着ているんだぞと。ほい、こんな感じ。さあ、手袋もつけちゃいましょう。手袋だぜ、イエーイ。シームをマーク、親指のこの辺、コントロール E、シームをマーク。指も、この辺、コントロール E、シームをマーク。洗濯からの E キーで面を増やして、オルト S、ジョバッと。これで、あっという間にグローブの完成ですね。あとは、この部分について、この部分ともうちょっと欲しいな。ここまで行きましょう。ここまで行って、シュバ今度はこの部分についてもう一度同じ作業をすると。
E キーを押して、オルト S でウニョンと、うん、いいんじゃないんですか。でここの部分は若干前に出してあげたりとか、この部分は若干後ろに後ろに後ろにやるか、コントロール B でコントロール B で丸くしちゃうか。いいっすね。ここがジョギってなってんのが気になる人はコントロール B を押して、スライドさせてあげると、うん、ちょっとポリゴン数が増えちゃうけど、こう滑らかにすることができます。さあさせればさせればブーツを作っていきましょう。ブツブツブーツですね。ブツブツ何が、はい、口がブツブツという、あ、の前にあれだね、スパッツを履かせましょう。スパッツを、大好きスパッツを履かせます。よいしょ。最初の段階で、こういうラインを入れていましたが、これもあれだね、 SZ0、 そしたら、コントロール R でループカットをここにジョンと、でもう一個ループカットをジョンと、でこんな感じの、真ん中をへこませるのと、うん、うん、ので十分かな。真ん中をへこませて終わりにするかな。下の部分も、下の部分を少し広めに取ってあげるとよりいい感じに見えるかな。はい、まあ、スパッツの厚みこんなんじゃないだろうって思ったら、もう少しあれだな、もう少しあれだな、ここでピーってね、スパッツの厚みをつけてね、うーん、うーん、いいですね。こっちは靴下ですね。靴下、はい、靴下をガシャコーンガシャコーン、はい、靴下ガシャコーンで、同じように上と下を、下は上いらないっすね。上は上全然いらなかったっすね、うん、靴下でそんなピッチリむっちりしないでしょということで、うん、はい、靴下はこんな感じ。ここにシャープをつけておきましょう。シームじゃないっす、シームもつけますが、シャープもつけましょう。よいしょ、うん、ここに、シームとシャープをつけます。よいしょ。刺せれば、刺せれば靴を作っていきますが、ここがちょっとギザギザになってるね。 SZ0 で GZ でちょっと下げとこうか。メリコ未満、メリコ未満。そしたら、ここの足の一番先、はい、それでは洋服できましたでしょうか。いろいろね、いろんな、みんなそれぞれいろんな服があると思いますが、まあ作り方は千差万別これが正しいみたいなのは多分ないので、いろいろね頑張って探してみてください。作り方を自分なりにでもいいしね、うん、はい。それではですね、次回はですね、靴ですね、靴、靴を作っていきます。はい、靴だけでパート1個使ってしまうんですね。はい、うん、それではまた次回の動画でお会いしましょう。